京都嵐山大覚寺のバス停前です。あざっす、市街地からね少し離れて西の方に来てます。いや今日は晴れてよかったですね。今回はね嵯峨天皇陵ですよ。正式名称は嵯峨の山の絵の御笹といって、あの五病山山頂にあるので軽い登山になるかなと思います。嵯峨天皇陵のね裏にね、見たら呪われる血の池と言われるものがあると。見たら呪われる、見たら死ぬ、いろいろな噂があって、とにかくね見たらやばいっていうことなんですよ。このチャンネルはね、訪れた場所の歴史や話題をシェアしてます。もしよかったらチャンネル登録、高評価ボタン、コメントよろしくお願いします。ということでね、今回この動画越しに見ても呪われるかもと思うような人はね、ご視聴はねもうちょっとやめてください、控えてください。もうあくまでもね自己責任でお願いしますよ。私はねいつでもそうですけど、文化歴史の観点で真面目に散策してますので、肝試しや面白半分ではございませんので、そこのところねちょっとお間違いなくということでね。ただね、あの霊や怪異を信じる方もおられますので、そういう場所はね自己責任でもう本当にお願いしますよ。ね、この嵯峨天皇陵に向かう前に、この嵯峨天皇のゆかりのある大覚寺に寄ってみましょうか。大覚寺のね正式名称は旧嵯峨御所大覚寺門跡、平安時代初期に嵯峨天皇の離宮別荘として建立されたんですね。その後嵯峨天皇の離宮を寺に改めた皇室ゆかりの寺院なので門跡の名がつきます。嵯峨天皇の信任を得ていた弘法大師空海が離宮内に五大明王を安置する持仏堂の御覚院を建て手法を行ったのがそもそもの起源というふうにされています。その後ですね、嵯峨天皇が崩御してから34年後の貞観18年876年に順和天皇の皇后である政子内親王が離宮を寺に改め、常定親王が初代住職になり始まったということなんですね。ややこしいですけどね、会期は順和天皇の皇后である政子内親王で、解散は常定親王、寺院と宗派を作った人と寺院と宗派を始めた人がねちょっと別の人なんですね。空海の勧めにより嵯峨天皇が上書された般若心経が勅符60年に一度の開封として法案され、般若心経写経の根本道場としても知られています。明治初頭まで代々天皇もしくは天皇の血筋を引く皇統の方が門跡、いわゆる住職を務めた格式高い門跡寺院となってます。門跡寺院っていうのはね、あの皇族や公家が住職を務めたお寺のことで、もともと門跡という言葉は日本の仏教における正式な後継のことを指してたんですけれども、鎌倉時代以降は格式の高い寺院そのものを表す言葉になりました。あとね、ここ時代劇の撮影所がある太秦の近くということもあって、時代劇やドラマのロケ地としても有名だそうですよ。さあこのね境内の中、あの植木の剪定か、これ華道のようなことをしてますけれども、ここはですね「いけばな発祥の寺」でもあってですね、いけばな嵯峨御流の創始所家元なんですね。嵯峨天皇が嵯峨院を造営した際に策定した現存する日本最古の低地、大沢の池の菊ヶ島に咲く野菊を倒り器に受けて言いました。後世花を生じる者、よろしくこれをもって藩とすべしというふうに述べたんですね。これが華道の始まりです。いやしかしね、すごいですね。やはり天皇たるもの、このね何事にも自信自負がありますからね、生け花一つとってもこれが美しい花の生け方なんやということなんですね。でも多分ね、皆さん手で折ってないですよね。これ花バサミで切ったりとかして、野菊を倒り生けてみると、これ嵯峨天皇の当時の情景に思いを馳せることができるかもしれませんよ。ね、美しく剪定された松の木も見られました。ありがたしです。嵯峨天皇陵に向かいましょうか。さあ歩きますよ。まあ、そんなね嵯峨天皇なんですけど、お父さんはね都を京都平安京に移した桓武天皇です。お母さんはね藤原の乙室で、嵯峨天皇がね確か5歳の頃にね亡くなってるんですね。奥さん皇后は壇林皇后です。自らを風葬にしてその様相を描いたあの壇林皇后ですね。
これについてはですね、詳しくは断輪交互クソ図の動画でお話してますので、もしよかったらね、概要欄リンクからご視聴くださいね。政治面で嵯峨天皇が行ったのはね、818年の後任客を発布し、死刑を廃止したり、治安維持のため、今でいうね、あの警察官みたいなね、役割である検非違使の設置、またね、国が、これ直営する田んぼクエイデンなどを導入したんですね。この辺はのどかな田園風景が素晴らしいですね。車が少ない分空気も澄んで気持ちいいです。当時もね、ここにはこういう風景がね、あったんでしょうかね。さあ、山の近くまで来ましたよ。先ほど政治面でのお話をしましたけれども、文化の発展にも大きな功績があります。例えば書道に優れていてですね、弘法大師空海、橘の早成とともに書道に優れた人の三筆に数えられています。また勅撰漢詩集の良運集や文化修例集にはたくさんの歌が残ってます。あとですね、龍神が住む新千円の動画でね、言ったんですけれども、それまでは貴族にとって梅の花見が一般的やったんですけれども、初めて公式で桜の花見を行ったのはこの嵯峨天皇と言われてます。感性豊かなんでしょうね、きっと。そんな嵯峨天皇、なんと50人もの子供を設けてます。子沢山ですよ。その生活費は当時の財政状況を圧迫するものでした。そこで皇族の整理をするために、皇族としての地位を失って一般の身分になる親戚降嫁というのを行いました。ちなみに、あの紫式部の源氏物語の主人公光源氏のモデルと言われる源亨は嵯峨天皇の息子、第十二皇子ということですよ。さっきからね、いろんな鳥の鳴き声が聞こえてきます。歩いてるだけですけど気持ちがいいですね。そろそろ参道入り口に着くと思いますよ。大覚寺からね、ここまでだいたい約15分ほど歩きました。撮影しながらね、ゆっくり歩いてきたんで、ただ歩くだけやったらまあ10分ぐらいで来れるんじゃないでしょうかね。この参道入り口までですね、石碑がありますね。もう一つはね、階段のすぐ横にありますね。嵯峨の山の江の御笹参道っていう風にね、なってますね。ここからいよいよ山登りですよ。登山は好きです。以前ね、トレッキングシューズも持ってたんですけど、履き潰して、それからはね、もう全然買ってないです。今日もいつものスニーカーですよ。まあ、スニーカーでね、大概のところはね、もう行けるんで、まあ今日も多分大丈夫でしょう。本格的な山登りをするぞっていう時はね、その時にはまた登山靴は手に入れたいと思います。石の階段ですけど、綺麗に整備はされてるみたいです。ですけれども、やっぱりね、これね、こう微妙にね、歩幅が合わないんですよ。まあまあ、私のね、足が短いっていうのはもう事実なんですけど、もういつも思うんですけど、皆さんこういうところの階段の踏みづらと歩幅合いますか？合わないですよね。まあね、そういうふうにね、こういつもね、なんやなと思ってたんで、ちょっとね、僕ね、調べてみたんですよ。そしたら、あの神社とか寺とか、ね、そういう参道あるじゃないですか。そういうところは着物を着ている人が行き来するという前提で作られているそうで、そういう参道のね、踏みづらが浅いと、前の段でこう登ってる時にね、あの着物の裾が擦れてしまったり汚れてしまうということがあるっていうのと、あとはカゴで行く場合、あの乗る人も運ぶ人も急な階段やとすごい疲れてしまう、もうこうめっちゃ傾いてしまいますからね、それでまあ疲れてしまうというような、そういうような、なんかあの諸々の理由があって、こういう現代の洋服文化の我々とはね、こう歩幅が合わないと、そういうような感じらしいですよ。まあほんまかどうか知りませんよ。まあなんかそういうちゃちゃっとこうネットで調べたところ、そういうようなことがなんかあのヤフー知恵袋に書いてたので、まあ、なんかちょっと、おお、なるほどなという納得できる理由やったので、まあちょっとお話ししたということで、ほんまかどうか知りません。
まあ、このね階段の折り返し地点でさっきねこうくるっと回ってもう一回パッてこう進行方向を向いた時になんかまた永遠と階段が続いてるような感じになるとわーっていうなんかはーっていう感じになりません？なんかね、まあ、でもそれがまあ山登りというかまあそれがもうもうしゃあないんですけど、多分これ永遠と階段が上まで続いてるんでしょうきっと。もうしゃあないんでね、これ上に行くしかないんで、ここねこうやって折り返すでしょ、折り返したらまたわーっとね階段がずっと続いてるっていう感じで、もうしゃあないんですよこれ。頑張って嵯峨天皇のお墓まで登っていかないといけないんですけど、宇治周囲物語に嵯峨天皇と小野の高村のこんな逸話があるんですけど、まあでも小野の高村って言ったらね、あの世とこの世を行き来していたという伝説がありますよね。千本閻魔堂の動画とか、この間冥界への旅鳥辺野の動画で少しお話しているので、ぜひそちらもねご視聴いただきたいんですけれども、ある時平安京の代理にですね無悪善と書いた立て札が立てられたんですよ。今でいう落書きのようなもんなんですけど、でそれをね見つけた天皇がんーと思ってね、博識な学者たちに聞いてもらったんですよ。なんて書いてんのというふうに聞いたんですけど、誰も答えられなかったんですよ。まあでもね、その頃若きインテリ学者として巧妙だった小野の高村、その人にもねちょっとね読み方を聞こうというふうに、聞いたところ、嵯峨なくばよからんと、天皇、嵯峨天皇がいなくなればいいのにと、悪というのはね嵯峨とも読むので、そういうふうにちょっととんちを聞かせた読み方をしたんですよね。嵯峨なくばよからんとっちゃいますのと、単純に悪くなければ良いという読み方もできるんで、そういうふうに読んだらよかったのに余計なとんちを聞かせて言ってしまった。他の学者とかはね、あえてそういうのはね、答えられないふりをしてた。空気が読まれへん高村はね、ついついそういうふうにね、ちょっと口走ってしまったっていうことなんですけど、それを聞いた天皇はね、これがすんなり読めたっていうことは、小野の高村君、あんたが書いたんちゃいますのというふうにね、もう怒りました。もうすごい怒ってます。激怒です。周りはね、いいよいいよ高村処刑されるんちゃうかとビクビクしてたんですよね。もう普段からちょっとね鼻のついた感じやったからそういうふうに思ったんですけど、もうねそれに返することなくね、高村はね、いやいやもうこんなんすぐ読めますやんって、もう勘弁してくださいよ、私が陛下の悪口なんて書きませんよ、もうそんなんね自分は大体ねどんな難文でもねもうすんなり読めますっていうふうにね答えたんですよ。それでもね、たとえ無罪やったとしても、事実無根やったとしても、この憎たらしい態度が気に食わんかったわけですよ、嵯峨天皇は。え？ほんまかいな。それやったらね、これ読めるかというふうにね、子という文字を12個連ねたものを差し出して問うたんですよ。子の文字がね、12文字。これをね、すんなり読みました。ここって読んだんとちゃいますよ。ね。猫の子、子猫、獅子の子、子獅子と読んだんですよね。子という漢字には、十二支のね、牛のねとも読みますよね。で、普通の子、訓読みの子ですね。で、から音読みの子。で、濁点付きの字。で、四通りの読み方がある。でね、このためこういう風な読み方が可能になっているということで、これね今考えても秀才です、小野の高村。頭が良すぎて、まあ後にね流罪になるんですけどね、まあでもそれでまたカムバックするっていうね、なんかすごい人生を歩んでる人なんですけど、もうそういうね2人の伝承がね逸話があるっていうことなんですよ。まあでもねこの伝承閻魔堂の回で言うべきやったかなとも思いますけど、ちょっと今ここで言っちゃいました。まあそんな嵯峨天皇、承和9年842年ですね、7月15日に崩御されました。
宝山57歳でした。自ら国葬を拒んだ天皇としても知られております。嵯峨天皇は白葬を望み、山の上に自らの亡骸は埋めて、その後は隠してしまうようにと遺言を残していたため、亡骸は人知れぬ山中に葬られた。しかもですね、1年ほどはまあ参拝に来ても良いけれども、それ以降はもうちょっとお参りもしてくれるなということで、供養などはする方が自分は浮かばれないから絶対にするなよというふうに、死後の供養は必要ないという、そういう遺言やったんですね。延喜式諸領領にも搭載されず、中世以降所在不明のままやったんです。この地に痕跡はなかったものの、7つの自然石の巨石が存在して、昔から嵯峨天皇御陵岩というふうに呼ばれていたことから、幕末から明治期に天皇陵が定められた際に、この岩に土を盛って古墳のようにして嵯峨天皇陵が造営されたということなんですね。さあ、だいぶ上の方まで登ってきましたよ。もうそろそろ着くんでしょうか、まだなんでしょうか。さあ、子沢山と言われた嵯峨天皇でしたけれども、まあ、そういう理由もあったかもしれないですね。お葬式にお金はかけないという、ね、理由の中に、やっぱり財政を圧迫してましたからね、50人の子どもがおったんですから、それはもうちょっとちょっともうそれで、しかもね、自分の葬式にもね、何億もお金をかけてっていうのはね、ちょっとさすがにちょっとはばかられたのかなというようなところかもしれないし、まあ もしくはまあ単純にそういうお葬式というか、そういうね、葬儀はもう単純に望んでいなかっただけなのかわかんないですけどね。今となっては、そろそろ天皇陵が見えてきましたね。あれが正面に見えるのが嵯峨天皇陵です。嵯峨の山の絵の御捧ですよ。山頂に着いたっていうことですよね、これはね。さあ、ここからですよ。ちょっと皆さん、ここからもうちょっと見るのをやめる人はもうやめてくださいよ。見たら呪われる、見たら死ぬ、呪われし血の池があると言われるのは、この嵯峨天皇陵、この目の前の向こう側、裏側にあるとされてます。今からそこへね、行きますので、ここでちょっと途中視聴をやめるか、まあ続けてみるかっていうのはね、皆さんの自己判断ですよ。もう自己判断でもうやってくださいよ。私はね、ちょっと責任は持てません。ただ私はね、そういう肝試しとか、そういう面白半分で、見に行くということではなくて、もう歴史文化の観点でね、見に行きますので、そこのところだけはね、ちょっと間違いなく意識していただきたいなっていうところです。後から作られた天皇陵っていうのは、山の上であろうと、もう街中であろうとね、もう同じ形式で建てられていますね。まあこういう形なんですよね。なので、まあ、見た目のそういう、なんていうんですかね、感想とかっていうのはね、まあ、特にないんですけど、まあ、強いて言うなら山の上にあるっていうのでね、まあ、やっとたどり着いたかなっていうようなね、そういう感じはありますね。この天皇陵ね、右からでも左からでも、どちらからでもこれ裏に回り込めるそうなんですよね。なのでちょっとこっちから左からちょっと回り込んでみましょうか。この嵯峨天皇陵の血の池について調べてみたんですけど、嵯峨天皇が葬送される時、天皇に仕えていた人も一緒に埋葬されたと。それはね、まあ生き埋めにされたのか、死してから埋葬されたのかはちょっとわからないですけれども、まあ、というのもね、兄弟間の継承問題でトラブルが多かったみたいなんですよ。この嵯峨天皇っていうのは、埋葬された時にたくさんの人がね、後追い自殺をしたと。その時に流れた血が池となったという伝説がね、あるんです。他にもね、この池で人を切った刀を洗ったとか、
切り落とした首をきれいに洗ったとか、入水自殺をした人がいたとか、殺人事件が起きた現場やとか、そうやって命を落とした人の怨念で池の水が赤く濁って見えると。池の水はね、変化するらしくて、真っ赤に染まった池を見た人は帰路の途中で怪我をするという噂があるんですね。さあ、真意のほどはね、すべて不明ですよ。本当かどうかわかんないですけど、果たして私はね、ちょっと赤く見えるんでしょうか。どうなんでしょうか。そろそろ近づいてきました。どうですか皆さん、赤く見えますかね。ちょっと私にはね、茶褐色程度にしか見えないですね。赤というよりかは茶色ですね。ね、これね、見る前はね、赤く見えるんだったらちょっとね、酸化鉄とか酸化マグネシウムとかそういうのが多く含まれるような感じの水なのかなというふうにも思ってたんですけれども、まあこれを見る限りそうでもなさそうな感じですよね。あとはね、なんかプランクトンとかそういうのの異常発生で、赤くなったりすることがあるじゃないですか。まあ異常発生というかプランクトンの死骸ですね。ああいうので赤潮とかで赤く見えたりすることもあるんですけど、それでもなさそうですし、ねえ、これただね、この土の色がちょっとこう水に溶け出しているのかなというような感じなんですけど、この土の色がそこまでね、その鉱物をなんていうんですかね、溶け出しているような感じでもなさそうですよね。もうちょっと近くに行って見てみましょうか。どうですかね、こういう池ありますよね。普通にあんまりなんかこう不思議な感じもしないし、水が溜まった池だなというような感じです。ただね、ここに来てよかったとは思います。嵯峨天皇陵にね、お参りもできたし、結構いい運動にもなりましたしね、山の上にあって。なのでこのね、血の池と呼ばれるようなこの池に来た感想というのは、そうでもなかったというような感想にはなってしまうんですけれども、ただね、これを見てどうなのかわからないですよ。呪われるとか、何か怪我するとか、何かしらが怨念があるのかどうかはわからないですけれども、少なくとも私は赤くは見えなませんでしたので、そこは大丈夫かなと思います。血の池のね、そういうふうなことを聞くと血の池地獄っていうのをね、連想するんですけど、地獄にある血の池地獄ですね。仏教においてのね、血の池地獄っていうのは、女性が流す血によって、血が汚れるというような考えから生まれたという説があります。ですのでね、血の池地獄に落ちるのは女性なんですよ。昔は当然仏教においても男尊女卑がありました。生理月経がある女性というだけで汚れた存在とされてきた歴史があるんです、ね、それがしばしば神聖とされる場所では女人禁制とあるのはそういうことなんですね。汚れを中に入れないということで女人禁制というふうなことがされたんですね。まあね、最近になって女人禁制というものは少しずつね解除されてはいってますけれども、まだね場所によってはそういうところもあります、けれどね、この現在においてそれがイコール汚れだというようなことはね、決してありませんのでね、そこはね、そういうふうな目で見るのはあまり良くないんじゃないのかなっていうふうにも思いますね。今回のこの血の池っていうのも赤くは見えなかったですし、
これはこれで自分の目で確かめられてよかったのかなと思いました。まあね、きっとね、日によってとか天候だったりとか、そういうね、時期によってもう少し赤茶色に見える時期とかも多分あるんでしょう。そういったところでこの歴史と絡めてそういう噂ができてきたんじゃないのかなというふうに感じました。皆さんどうでしょうか。まあ、それがね、今よりも科学の発達していない昔となるとね、やっぱり何かわからない、解明できない、そういうことは全てね、怪異だとか怨霊だとか霊だとか、そういったところの解釈になるのはまあやむを得ないのかなと思います。実際ね、今でも解明できないことっていうのはねありますので、そういったところで言うとやはりね、怪異とか怨霊、または魔界、そういった異界だとかね、そういったところで解釈するっていうのは自然なことなんじゃないのかなと思います。皆さんどうですか。今回この嵯峨天皇陵の池、血の池についてなんですけれども、私はこれを見たからどうというところはないと思いました。皆さんはどうですか。皆さんの心には何が残ったでしょうか。ではまた。ではまた。